貧しき人々。ドストエフスキー。前回の続きからです。六月二十七日。親愛なるマカールさん。ウェドーラの話では、ある方たちが、私の立場に同情してくださり。 私さえ望めば住み込みの家庭教師のいい口をお世話してくださるのだそうです。マカールさん、どうお思いになります私、行くべきでしょうか行かない方がいいでしょうかもちろんそうなれば私はあなたの重荷に,にならなくて済みますし、多分いい稼ぎ口だと思います。でもその反面、見知らぬ家に入ることは、 ななんとなく恐ろししい気もします。相手はどこかの地主だそうですがやがて私の身の上を知ったら興味津々であれこれ訪ねるでしょうそしたら何と言えばいいのでしょうしかも私はこんなに人見知りのハニカミ屋なんですもの住み慣れた場所にずっと落ち着いているのが好きなんです慣れたところの方が なんんだか居心地がいいんです。楽しいことばかりではありませんつらいこと悲しいこともあってどうにかこうにか暮らしている毎日ですがそれでもやはりこの方がいいんですその上ペテルブルグを出てどこか遠いところへ行くわけですしどんな仕事が待っているのか誰にも分かりはしませんもしかすると 単に子供たちののもをさせせられるのかもしれるかしません何しろ2年間で3人も家庭教師を変えているような人たちなんですから「マカールさんどうかお願いですから助言をください」「私は行くべきでしょうかやめた方がいいでしょうかそれにしてもどうしてちっとも私のところへいらしてくださらないの?」「めったにお目にかかることもありません」 ほとんど日曜日のミサでお会いするだけです。なんて人嫌いなお方でしょう。まるで私のようじゃありませんか。私はあなたにとって、親戚も同然ですのに、私を愛してはくださらないのマカールさん。時々一人でいると、悲しくてたまらなくなるのです。特に助かる時に一人ぼっちでいる時は、フェドーラがどこかへ出かけてしまい、 一人ででじっとと、考え込んでいると昔のことが何もかも嬉しかったことも悲しかったことも思い出されるのですありとあらゆることが目の前に思い浮かび全てが霧の中からちらちらと姿を現すのです懐かしい人々の顔が現れこのごろはほとんど実在のもののようにはっきりと見えます中でも一番よく姿を現すのはママです 本当にもう私の見る夢ときたら自分が体を壊しているとつくづく感じますすっかり衰弱してしまい現に今朝も寝床から起き上がろうとしたら気分が悪くなりましたそれに何よりとても嫌な先が出るのです私はもうじき死ぬのだという予感がしますそれがわかっているのです そうしたら一体誰が私を埋葬してくれるのでしょう誰が私のおかんの後から付き添って歩いてくれるのでしょう誰が私の死を傷んでくれるのでしょうその上もしかしたら見知らぬ土地の見知らぬ家の片隅で死ななければならないのかもしれないのです。ああバカールさん生きることはなんて悲しく憂鬱なんでしょう それにしししててもあなたは、どうしてこううこょっちゅう私にお菓子をご馳走してくださるの私本当に一体どこからあなたがこれだけのお金を手においれになるのかわかりません。ああ私の大切なお友達のマカールさんお金を大事にしてくださいお願いですから無駄遣いをなさらないで私が刺しをしたカーペットをフェドーラが売ってくれて紙幣で50ルーブルもらえるんです。 これはとても素晴らししいことでしょう。もっと安くにしかならないと思っていましたのにフェドーラに銀貨でサンルーブルやり自分のためにはごくあっさりした温かい服を1着縫うつもりですあなたにはチョッキを作って差し上げますいい生地を選んで私が自分で縫いますフェドーラが本を1冊手に入れました「ウェールキン物語」です もしお読みになりたいようでしたらお届けいたします。ただどうぞ汚さないで早めにお返しくださいね。借りた本ですから。これはプーシキンの作品です。2年前私はママと一緒にこの作品を読みました。ですから今これを読み返すのは本当に悲しいのです。あなたも何か本をお持ちでしたら私に貸してください。ただし タジャイフのところで入室なさったものでなければねあの人は自分の作品で出版したものがあるならきっとそれをよこすでしょうどうしてあの人の作品がお好きなのマカールさんあんなつまらないものではごきげんようすっかりおしゃべりしてしまいました悲しい時はせめて何かおしゃべりするのが嬉しいんですこれはお薬ね たちまちまま気が楽になります特に心に積もったことを何もかも打ち明けてしまった時は「さようなら私の親友のマカールさんさようならあなたの VD」「6月28日愛しいワルワーラさん嘆き悲しむのはおやめなさい」 恥ずかしいじゃありませんか。もうたくさんですよ、私の天使さん。どうしてそんな風に考えるんです。あなたは病気なんかじゃありません。病気なもんですか。花盛りです。本当に青春、真っ只中の花盛りですよ。確かにちょっと青白い花ですが、それでも花盛りには違いありません。それにそんな、 夢や幻やらをご覧になるなんてどうしたことでしょういけませんよ、ワーデンカ。もうたくさんです。そんな夢や幻は売っちゃっておしまいなさい。どうして私はよく眠れるのでしょうなぜ私には何も妙なことが起こらないんでしょう私をよく見てごらんなさい。のんほんと生きていてぐっすり眠っていますし、元気いっぱいピンピンしていて。 見ていいるだけでで愉快なくらいでしょもうたくさんですよワーレンカそんなにくよくよしているのは恥ずかしいことですよどうかそういうところを直してくださいだってあなたの考え方はわかっていますからねちょっとでも何かあるとたちまちあれこれ物思いにふけってめいってしまうんですからどうか私のためだと思ってそんなことはやめてください知らない人のところへ出て働くですって とんでもないだめです絶対にいけませんどうしてそんなことを考えつくんですどうなさったんですかしかもどこか遠いところへいらっしゃるなんていけませんわーれんか私が許しませんそんな計画は全力で阻止します私は古い塩尾服を売っ払いたとえシャツ一枚で街を歩くことになってもあなたに貧乏はさせません ダメですわ、ワレンカ絶対にいけません私はあなたのことをよく知っているんですからそんなたわけたこと全く馬鹿げています確かなことは何もかも悪いのはフェドーラだということですあなたがそんなことを思いついたのはあの愚かな女にそそのかされたのでしょうあの女の言うことなんか信じちゃいけませんよたぶんあなたはまだ全てを知らないのでしょうあれは愚かで ガミガミと口やかましい女です。亡くなった転者だって、あの女にいびり殺されたんです。それとも多分、あの女が何かあなたを怒らせるようなことをしたんじゃありませんかいやいや、わレンか。どんなことがあっても絶対にダメです。そんなことになったら、私はどうなるんです私は何をすればいいんですいや、わレンか。そんなことは頭の中から放り出してください。 あなたはは私私たたたたたちちと一緒にいいて、てて何がが不足なななんん。です。すああくくれれさえすれば、嬉しままりませんあなたも私たちを愛していらっしゃる。ですからこのままそっと静かにお暮らしなさい。お裁縫か読書でもして。いやむしろお裁縫なんかなさらないで。どちらでも構いません。とにかく私たちと一緒に暮らしてください。さもなければ考えてもごらんなさい。 あなたがいなくなった暮らしがどんなものになるか。あなたに本を届けてあげます。それから多分またどこかへ散歩に行きましょう。ただ、あなたの気まぐれはもうたくさんです。もっと利口になって、つまらないことで無茶な真似をしようなんて思わないことです。あなたのところへ伺います。なるべく早くに伺います。その代わり、私が率直に,直に正直に申し上げたことを受け入れてください。 いけませんね、ワーレンカ。とても良くないことです。無論私は無供用な男で自分でもそれは知っています。金がなくてロクスッポ教育も授けてもらえなかったのです。でも話をそちらに向けるつもりはありません。今問題なのは私のことではありません。それよりあなたが何とおっしゃろうと私はラタジャイフの擁護に立ちます。彼は友人ですからね。 私は彼を守りたいんです。彼の文章はうまいもんです。実にいや全くうまく書けていますよ。あなたのご意見には同意しかねます。どうしても同意できませんね。文体は華麗だし、それでいて歯切れよく、さまざまな人物像もいろいろな考えも描かれています。実に立派なものですよ。あなたは多分お読みになったとき、上の空でいらしたんでしょう、ワーレンか。 あるいは不機嫌でいらしたか、何かでフェドーラに腹を立てていらしたか、それとも嫌なことでもあったんじゃないでしょうか。い,いえ、これはもっと気を入れて、よく読んでみてください。あなたが満ち足りた気持ちで楽しく愉快な気分の時に、そう、例えばキャンディーでもなめていらっしゃる時に、そういう時にこそ読んでごらんなさい。ラタチャイフよりうまい。 それもずっと上手い作家がいることには私も反論しません。でもそういう他の作家たちも良ければラタチャイフもいいのです。彼らもうまく描くし、ラタチャイフもうまく描くというわけです。彼は自分のやり方で好きなようにぼちぼち描いています。そうやって好きなように描くというのは非常にいいことなんです。それじゃあさようならワーレンカ。 もうこれ以上書きき続けけるわけにいきません急いで片づけてしまわなければならない仕事があるんです。お大事に、愛しい言われんか、どうぞ安心しなさい、神様が守ってくださいますように、あなたの忠実なる友である、マカール・ジェーブ・シキン。P.S. ご本をありがとう。プーシキンも読んでみましょう。今晩必ず伺います。 1> 1月1日親愛なるマカールさんいいえ私はあなた方のもとでは生きてゆけませんよく考え直してあんなにいいお話を断るのは大層悪いことだと思いましたあちらへ行けばとにかく毎日のパンだけは確実にあるんですものよその方に親切にしていただけるように一生懸命努力しますし 必要とととあらば自分の性格を変ええることさえしようと思っています。もちろん他人の中で生きること他人の情けにすがり自分の感情を押し殺していくのは辛く苦しいことでしょうが神様が助けてくださいます一生人見知りでいるわけにもいきません昔も同じようなことがありましたまだ小さかった頃寄宿学校に入っていました いつも日曜日は一日中家にいて飛んだり跳ねたりしてはしゃぎ回り時にはママに叱られることもありましたがへっちゃらでずっと心はウキウキ明るい気分でしたやがて夜が近づいてくると猛烈な悲しみに襲われます9時には寄宿学校に戻らなくてはならないのですがあそこでは何もかもがよそよそしく冷たく厳しいのです マダムたちは月曜日は特に怒りっぽいので胸が締め付けられ泣きたくなってしまいます部屋の片隅に行って一人ぼっちでしばらく泣いたものです涙を隠しながらだって泣いていると怠け者だと言われてしまいますからでも私が泣くのは勉強しなければならないこととは全然関係ないのですそれがどうでしょう やがて私は慣れてしまい今度は寄宿学校を出るときに友人たちとの別れがつらくてやはり泣いたものですそれに私があなた方お二人の思い出になっているのは良いことではありませんそれを考えるとやりきれないのですこのことについてあなたには何もかも素直にお話ししますがそれはあなたには何でも正直にお話しする癖がついてしまったからです フェドーラが毎日毎朝早くから起き出して洗濯に取り掛かり夜遅くまで働きづめだということを私が知らないとでもお思いでしょうか老人は休息を好むものですあなたが私のために破産しかけていらっしゃることなけなしのお金をすべて私のためにはたいていらっしゃることを私が分かっていないとでもお思いでしょうか あなたのような経済状態でなければまだしもたとえ最後のものまで売り払っても私に貧乏はさせないと書いていらっしゃいますね。信じますともあなたの善良なお心は私信じています。でも今だからあなたはそんなことをおっしゃっているのです。今は思いがけないお金が入ったのでしょう。ボーナスをおもらいになったから。でもこのあとはどうでしょう あなたもご存知のように、私はいつも病気にばかりなっています。あなたと同じようには働けないのです。そうできれば心から嬉しいのですが、それにお張り仕事だってそういつもあるわけじゃありません。では私はどうしたらいいんでしょう。優しいお二人を見ていると、やるせなくて胸が張り裂けそうです。どうしたらせめてほんの少しでも。 お二人の役に立てるでしょうか。それにしてもどうして私があなたにとってそんなに必要な人間なの何も良いことをして差し上げたこともないのに私はただ前例を捧げてあなたを強くしっかりと心から愛しているだけなのですそれにしても私の運命はなんてつらいんでしょう私のできることといったら愛することだけで。 何一つ善をなすこともあなたのご診察に対してお返しをすることもできませんどうかこれ以上私を引き止めないでくださいよくお考えになって最終的なご意見をお聞かせくださいお返事をお待ちしつつあなたをおしいする VD